こんにちは、ホリバーです。今回は以前に公開したこちらの動画、ホールデンに10万円以上の価値があるのか、この動画にですね、多くのコメントをいただきましたので、そちらのですね、コメント返しをしていきたいと思います。コメント返しをすることで、私がオールデンに対する思いですとか、魅力なんかをですね、伝えられたらなと思っています。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。オールデンはオールデンであることに意味があるんですよね。品質で選ぶなら国内の新興メーカーで MTO をした方がよっぽどいいものができます。私もそう思っています。オールデンだから欲しいという気持ちは強いですね。なんか独特の雰囲気があって、他ブランドとは違いますし、そこに魅力を感じてしまいます。確かに品質だけを見たら前回の動画でも言った通りですね。まあまあですので、品質だけで選ぶのであれば日本国内のブランドの方がいいかもしれません。似合ってるようには感じないので好物で買っています。オールデンは品質と価格でコスパを考えるのならコスパは悪いと思います。なので新品で買うのはちょっと躊躇しますね。特に最近は結構値上げもしているので、その点で新品を買うのはちょっと難しく感じています。中古靴なら割と手の届く価格帯で売られていますので、私も中古靴を結構買っています。オールデンが気になっている方は中古靴から始めてみるのもおすすめです。オールデンのコード盤を買って半年くらいは後悔しましたけど、1年経った後にはシワの入りとやれ感が新鮮で気に入って、2年経ったら雨の日以外はすぐに履きたくなるくらい好きになれるくらいのポテンシャルを持っています。オールデン批判している人はまず買って2年履いてほしいです。このコメントに関しては他の人もコメントを返しています。ここではこのコメントに返して返信をしていきます。実は私も初めてのオールデンは少し後悔しました。こちらにあるのが初めて購入したオールデンなんですけども、これはですね V チップのコード盤です。ちなみに新品で買っています。香港のタッセルズというお店で買いまして、こちらはですねタッセルズ別注です。で、なんで後悔したのかと言いますと、まずコード盤のシワの入り方、これがちょっとですね微妙です。コード盤というとこうモコッとした波打つようなシワが魅力的ですが、私のはちょっと動画で伝わるか分かりませんが、少しですねこのパキッとしたソリッドな履き地は、そんな感じがしています。これがちょっとと思っていまして、芝入れをきちんとすればよかったなと少し後悔しています。今では結構いろんな靴も増えてきましたので、これはこれでいいかなと自分で納得させています。もう一つ後悔した点はですねラストです。この革靴をですね買った当時は、オールデンに関する知識はですねあんまりなくてですね、この V チップイコールモディファイドラストと思っていました。ですが、その後にですね日本のラコタハウスにオールデンを見に行った際にですね、スタッフの方といろいろ話していて、またモディファイドラストもですね、試着した時にですね、私の靴ってモディファイドラストじゃなくねってなりまして、その時にスタッフの方にちょっとですね調べてもらったら、こちらのラストはですねトゥルーフレアラストであることが分かりました。オールデンの V チップのモディファイドラストが本当は欲しかった私にとっては、それを切って、これもまた少し後悔しました。今ではいろいろなラストのオールデンを持っていますので、逆に良かったかなと思っています。モディファイドラストのモデルも持っていますし、この方のコメント通りオールデンは履いていけばいくほどいい革靴だなと思っています。道具のような感じ、相棒のような感じ、そんな感じでどんどんこう履きたくなる、そんな感じがします。履いたことのない方はですね、本当に履いてほしい革靴です。物の価値は素材や材料だけでは決まらないですからね。歴史や伝統、ステータス性にお金を出すのも人それぞれでしょう。確かに物の価値は素材や材料では決まらないですね。金のように素材自体に価値があるものもありますが、高級時計なんかは技術力で価値を高めていたりもします。また歴史や伝統も価値が生まれますね。今からブランドを作ったとしても、100年経たないと100年の歴史のあるブランドとは言えませんので、そういった面ではこの歴史にもですね価値があるかなと思います。日本人は特に歴史や伝統を重んじる感じが強い気がしますので、歴史や伝統というのは大切な気がします。シワがかっこよく見えるのはオールデンだからだと思います。品質はおっしゃられる通りですよね。せめて皮の左右差はなくしてもらいたいです。やっぱりシワが入ったオールデンは結構かっこいいですよね。コードバンのシワ、こちらのシワはやっぱりいいですけど、個人的にはこのカーフのシワもたまらないです。特にこちらのプレーン2ですね、このモコッとしたシワが入っていて、ちょっとですねこのコードバンみたいな感じがします。ですがコードバンと違うのは、このシワとシワの間、この谷のような部分ですね、こちらでこの部分に細かいシワが入っていますので、この部分はコードバンとは結構違います。カーフの方がこうシワが入ると使い古された感じ、やり感っていうのが出て、それがオールデンの雰囲気と合ってる気がします。革の左右差に関してはコードバンによくある感じがします。色味が左右で違っていたりすることも結構あったりもするようです。左右差ってわけではないですが、作られる年によってもこのバーガンディコードバンの色味が違っていたりもします。でこちらもですね、購入したのこちらの方が古いんですけども、でこちらとこちらは結構最近、最近といっても1、2年前ですかね、で購入したもの、これを見てもですねこうちょっと色味が違う感じがわかるかなと思います。こっちの方がちょっとですね、濃い色味でこうダークバーガンディっていう感じがして、こっちの方がちょっと赤みが強くてこうバーガンディカラー、そんな感じがしていて、年によってもこう結構差が出てくるのかなと思います。この差っていうのが品質が悪いと思われる点ではありますが、それもオールデンの魅力って感じはします。よく言った、ありがとうございます。モディファイドラストを買うならありです。その他のラストならリーガルとかで事足りるでしょうね。モディファイドラストはこれですね、特徴としてはこの土踏まずの部分が絞られていて、アーチサポートがあるのが特徴です。この土踏まずの部分でフィットさせて、この甲の部分で押さえることでこう足を固定させているようなラストです。前足部、この前の部分は結構幅がありますので、ゆとりがあって幅広の方にも結構ね合わせやすい、そんなラストです。履き心地は結構癖があるので、その点でこう好みが分かれる部分ではありますが、個人的にはこれは好きな履き心地です。モディファイドラスト以外にもオールデンではいろいろなラストがありまして、私が知っている限りでも15種類くらいあります。私が持っているオールデンは7足ありまして、全てラスト違いで持っていますので、私はですね、7種類のラストを実際に履いています。どれも履き心地はいいですが、やっぱりこの履き心地のインパクト、これはやはりモディファイドラストが独特で、いい感じがします。他ブランドと違う履き心地を求めるなら、やっぱりこのモディファイドラスト、こちらから始めるのがいいかなと思っています。かっこいいから、それが全てですね。コスパだけを考えればラグジュアリーブランドの革靴なんてもっとひどいですからね。これは動画内でも言った通りなんですけども、やはりかっこいいから、これが全てですね。ちょっと幼稚な言い方かもしれませんけど、これが一番伝わりやすいのかなって思ってます。ラグジュアリーブランドに関しては確かにコスパ悪いかもしれません。例えば製法がセメント製法なのにこう10万円を超えていたら、革靴を結構知っている方からするとんって思うと思います。私は結構んって思いますね。ラグジュアリーブランドっていうのは、そのブランドが好きな方が買うので、コスパなんて考えていないかと思います。私は靴のこの作りであったり、雰囲気、そちらをですね、まあ、大事にするので、ラグジュアリーブランドの革靴はあんまり興味ないです。まあ、ですが、ラグジュアリーブランドの中でも革靴ブランドが手がけているものもありますので、一概に全てがダメって言えないのもあります。オールデンを持っているけど値段ほどの価値は感じませんし、ブランドバリューも今となってはどうでもいいかな。ブランドに左右されて振り回されるのも好きじゃないし、でもオールデンブランドで買うのもいいと思うし、行き着いたのはラストが自分にあって結果的に履く靴なのかどうかだけですね。オールデンも何足も下駄箱で眠ってます。この方はオールデンを結構何足も持っている方のようですね。まあ、おそらく他の革靴ブランドも結構持っていて、まあ、それと比較してのコメントの気がします。ブランドバリューに関してはオールデンよりも歴史と格式があるブランドはありますので、まあ、それと比べるとオールデンのブランド価値がこう減っていく感じはします。まあ、どちらかというとオールデンはファッション的な価値で見る方がいいかもしれません。まあ、ファッション雑誌にも多く取り上げられていますので、ファッションが好きな方からするとオールデンは価値があって憧れの存在な気がします。まあ、逆に革靴自体が好きな方からすると、まあ、作りが雑なところが見えてくるので値段ほどの価値を感じられないのかなと思います。でもですね、この方が言っている通りオールデンだから買うってのもありです。そしてですね、いろいろ革靴がこう増えてきますと、やっぱりですねラストが自分の足に合っているものを多く履きがちです。まあ、私がそれがオールデンということもあってですね、まあ、オールデンに対して履き心地の面で価値を見出していたりもします。リーバイスみたいなものということですね。確かにこのリーバイスのようにロマンを買ってる感じはあります。オールデンも年代判別ができたり結構こう個体差があったりと、その点はリーバイスに似ているかもしれません。ですが、ヴィンテージシューズという見方をすると意外とオールデンはフォーカスされていない感じはあります。もちろんオールデンのヴィンテージもあるんですけども、アメリカ靴のヴィンテージだとフローシャイムとかハノーバーとかアレン・エドモンズの方がフォーカスされている感じはあります。その点はちょっと不思議な感じも私は思っています。オリバーさん、オールデン愛用者なのに動画を撮りながら心は泣いているのが分かります。確かにですね、初めてこのインディーブーツをカットした動画を見た時はショックでした。まあ、私はオールデンが好きな点をですね、自分なりにこう整理して持っていますので、オールデンメンタル、これは強いつもりです。なのでギリギリ泣かずに済みましたが、まだオールデンのことをよく知らない方ですとか、オールデンを買って間もない方はもしかしたらメンタルブレイクする方もいるかもしれませんし、実際にこの前の動画を見てメンタルブレイクした方もいるんじゃないかなと思います。同意、品質を買う方にはお勧めできません。そうですね、他の方のコメントでもありましたが、品質だけで買うなら他ブランドの方がいいと思います。10万円を出せばいろいろな革靴ブランドの中から買えますので、その中から自分に合った革靴を買うのがいいかなと思います。ブランド代ですね。ブランド名隠してどれだけの人がチョイスするかね。確かにラグジュアリーブランドとはちょっと違う感じもしますが、ブランドに価値があってこのオールデンを求めて買う人は多い気がします。ブランド名を隠しても意外とオールデンの雰囲気は出ますので、オールデン好きなら分かりそうですが、革靴のことを知らない他業種の職人さん、こういった方がいたら、オールデンはどう映るのか、その点はちょっと気になる部分ではあります。オールデンの良さは木型とデザインですね。表側コードバンのエイジングもいいです。だけど10万オーバーは許容しません。雰囲気以外でオールデンのいいところを挙げるなら木型とデザイン、そしてコードバンかなと思います。さっきも言いましたが、モディファイドラストは履き心地がいいですし、個人的にはこのミリタリーラスト、これもですね履き心地が良くて気に入っています。デザインに関してはオールデンは別注品が多いですので、いろいろなデザインがあります。ここにある4つのオールデンもですね、全て別注品になりまして、例えば最初に紹介したこの V チップなんかもモディファイドラストではなくて、トゥルーフレアラストですので、ラストが違うとこの若干ですねこのフォルムも違ってきてまた違った雰囲気を出してくれますし、こちらのミリタリーラストも、定番ですとブラックカーフが使われていますが、こちらはですねちょっと色味を変えたカーフが使われていたりします。ローファーに関してもこうラストが違うと少し仕様が異なってデザインもですね、変わってきたりしますので、そういった点をですねこう見比べて選ぶのは一つオールデンの魅力かなと思います。いろいろなものからこう選べるので、ちょっとですねこの集めたい気持ち、コレクター目線でこのオールデンを見てしまう方も多いのかなと思います。そしてコード版は言わずもがないいエイジングを見せてくれます。確かに10万オーバー、カーフでも現在は11万円ぐらいで、コード版ですと16万円しますので、その点の価格ですよね。価格はやはり人によって許容できないかなと思います。面白い動画ですね。チャンネル登録させていただきました。動画の内容通り、自分も英国靴だと5万円クラスでも積み上げが本革なのに、オールデンは10万円クラスで南方を使われているのは疑問に思っていました。リフトの顎の部分も削らずにリフトをつけているのも面白いなと思います。あと昔から疑問なのですが、エドワード・グリーンやオールデンなどの高級靴やビスポーク職人の方が作る靴ってコード版ってあまり使われてませんよね。その理由はなぜなのでしょうか。まずチャンネル登録ありがとうございます。これからも面白い動画が作れるように頑張っていきます。この方はもしかして靴作りか修理に携わっている方なのでしょうか。細かな部分まで靴を観察している気がします。エドワード・グリーンやビスポークの靴は、確かにコード版が少ない感じがします。確か他の方の靴履く関連の動画でエドワード・グリーンかジョン・ロブのコード版があって、あるんだって思ったことがあります。それぐらい結構珍しい感じが私の中ではします。私なりに思うのは、コード版は色のばらつきがあったりしますので、徹底した品質管理をするエドワード・グリーンでは適さない革なのかもしれません。左右で色が違うから、検品時に弾かれていたら、一体こう作った靴の何割が残るのか分かりません。あとはコード版は雨染みができやすかったり、ちょっとデリケートな革ですので、雨の多いイギリスであったり自分の足に合うように作って、履くことをですね前提に作るビスポークシューズにはこう使われないのかなと思います。他にもですねこんな理由があるかもってものがありましたら、ぜひ教えてほしいです。非常にためになる動画をありがとうございます。確証はありませんが、インソールの表面が粗いのは滑り止めとしての役割を果たしているのかなと考えます。ツルツルとした滑らかなインソールはもちろん履き心地はいいのですが、靴下の素材との相性が悪かったら靴の中で足が滑ったりすることがあります。単にサイズが合っていないのもあるとは思いますが、あえてザラザラにすることによって足が滑るのを防いでいるのかなと感じました。動画を見てくださりありがとうございます。確かに新しい革靴なんかはですねインストールがつるっとしていてこう滑る感じがあったりします。私はジャストサイズで革靴を選ぶことが多いですので、その点はあんまり実は気にしてはいませんでした。合理性を考えるアメリカなら滑らないし見えないからざらつきのあるインソールでいいじゃんって考えて選んでいるのかもしれません。この辺の答えを知っている方がいたらぜひ教えてください。ある方に返信したのですが、思うとかあって依頼とします。昨今オールデンっていまいちだよねというのがツールっているかのような流れが一部あります。すごく残念というか、今まで知らなかったのを知って今度は下かぶれになり、挙句にそれよりは国内の何々とか言い始めるこの流れ、まるで名前がかりの子供の成長記録のようで、端的には好きではありません。脱線なとすら思ってる。以前たくさんいた服付けの若者が生きて、俺は服よりも何々の背景のカルチャーを知っててどうたらこうたらと言っているいたずらと同じ感じを受けます。似てるところでチャーチが高すぎる問題を扱う他の動画でのコメント欄にも同じことを思いました。ただ日本円が弱くなったんだよ。あとはブランディング、裏高の違いと、本国英国人は日本人が買いまくってる時にケーキで同じことを思ってたよと心の中で沸騰する自分がいました。さてオールデン、確かに不備はある。る。でもそれはさ、言いがれだって同じだよ。コールハンデも同じだよ。可愛いやばいのあるよな。ないとは言わせない。あげちまえばこれどうなのよ。手のはどこにだってある。それが値段がりだから許容する。汎用になればあれど、完全も入る値段。それに作りに関しても、やはり5万円を超える靴の作りはしてると思う。日本人に少なくても5万円を超えるよね。ちゃんとしたブーツね。もちろん。他にもキップレザーやステアハイドで感情差を取ったブーツに10万円台のものは取り引かず、ワイツをはじめたくさんあるでしょう。何よりね、ラストの形なのよ。ここで誰一人、映像制作者さえ言ってないから不思議なのだけれど、ゴールデンはまずラスト。木型の独特なフォルムと履きやすさです。辻まずホールドにある。それにインディは上げつらい叩いてるけど、ハーフものについては買う質もいいし、コードマンは言うまでもなく、何よりそのシェルコードマンを優先的に供給されてもらえる靴企業が他にどれだけあるのよって話もあるし、それは安定して購入してきた歴史もある。そしてここから、何よりオールデンは強制靴、そもそもがそこから。だからラスト作りの叩き台の観点からしてまず違う。車でいうとベンツがそれなりの値段なのと同じ。外装の組み上げが他の車と違うでしょ。ベンツは中の骨組みが箱のようになっていて、衝突には特段強い。ホンダと大違い。それをね、リーガーの方が何々とか、コスパウェア仕方が何言ってもまず履いてみろ。これに尽きるんですよ。ガタガタ言うのは礼儀としてまず履いてから、エイジングまで付き合ってから、済ましてから。リーガーも他の靴もいいよ。私はちなみに英国靴が好き、マイヤーも好き、アメリカなら彼も好き。でもオールデンの魅力は本当にオールデンにしかないの。曲までしてもそこまで戻ってくるくらいその魅力は独特なの。嫌なら買うな、それでいい。上に誰か書いていたが、本当にリーバイスの501と同じデニム生地、同じ年代だとどんなに言おうが、ヴィンテージリーバイスを欲しい人はリーバイスでなきゃダメなわけ。シェアーズではダメなわけ。それはやっぱりリーバイスの微妙に違う生地と501のシルエットと醸し出す雰囲気。何より本物、それがリーバイスイコールオールデンであることなのよ。騙されたつもりで一足どうですか？中古かな。ということで、だいぶ長いコメントでオールデンに対する思いが伝わってきました。まあ、確かにオールデンを履いたことがなかったり、上辺だけの知識でオールデンはここがダメだよねって言ってるのはちょっとと思います。まあ、そしてオールデンといえばやはりラストですよね。まあ、ラストについては他の方のコメントでも言っていますので割愛しますが、オールデンは強制靴を作っている背景がありますので、まあ、他ブランドに比べるとこのデザインを犠牲にしてでもこう履き心地を求めている感じはあります。そしてコードバンを作るタンナーのホームイン社との関係、まあ、オールデンがホームイン社の危機を救ったこともありまして、今でもオールデンはホームイン社から優先的にいいコードバンが供給されているようです。まあ、こういった背景を知るとオールデンは好きになりますし、まあ、これを知った上でもどんどんとこう魅力があふれてくる気がします。まあ、なので私はオールデンだから好きっていう気持ちは結構強いです。今回のコメント返しでオールデンの魅力をちょっとでも感じてくれたら嬉しいです。また今回は多くの方がコメントしてくださり、まあ、動画を見てくれた方も含めありがとうございます。これからも面白い動画やためになる動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。